バタです。今日レビューするのはこれだ。トランスフォーマーのターボチェンジャーバトルコマンドオプティマスプライムのレビューをします。まあターボチェンジャーっていうとね、スピードチェンジャーに続くあの簡単変形のやつでもあります。では早速レビューをしていきたいと思います。これがバトルコマンドオプティマスプライムです。まああのターボチェンジャーチェンジはあのスピードチェンジャー、まあ去年発売したスピードチェンジャーの簡単変形のものでもあります。まあこのオプティマスについてなんですが、確かロストエイジの時に発売したこのオプティマスにもなっています。まあこれがあのまた発売だなと思いますね。うん、まあね、こうあの箱見てみましょうか。上がこのバトルコマンドオプティマスプライムでね、横もこんな風になっていてね、もう横はこんな風になっています。後ろはこんな風。まあね、この商品の特徴としてはこの羽がありますね。うん、これもあるしさ、まあバトルキャリアモードもあってさ、バトル基地モードもあります。まあこれがね、ね、変形、まあ変形難易度は簡単でもあってね、まあね、ね、他のターボチェンジャー、こういうサイズのやつだと、とは遊べるらしいもんでね。うん、まあでもトランスフォーマー初めて買う方には、こっちのバンブルビーの方がいいと思うけども、まああるいはターボチェンジの1から4のやつを、買った方がいいと思いますね。うん、これは、ちょっとさ、変形工程が、よほど多いもんでね。まあね、少し慣れたら、こっちの方を買った方がいいと思いますね。うん、下を見ると、まあ、注意事項と警告が書いてあります。やっぱ、ね、ターボチェンジャーも、この、いいおもちゃでもあります。実はこれ。共有玩具のマークの、犬のマークがついていますもんね。まあ、これは、目の不自由な方も一緒に楽しめる共有玩具でもあります。まあ、これは、スピードチェンジャーと同様、いい玩具、だと思いますね。うん、じゃあ早速遊んでみたいと思います。まあもう開封しました。ほんでね、うん、まあこれはトラックになって、まあコンテナでもありますね。うん、持っとるのはこれは持っとるのは。スピードチェンジャーの時の、ものを使っています。まあ、ターボチェンジャーの5から8は、これと同じ、ものだもんでね。まあ、僕は買う予定はないと思います。まあ、1から4は、ちょっと、確かディーラークラスぐらいの、大きさだもんでね。まあ、あとマスクをつけるのが、だもんでね。それは買おうかなと思っていますけどね。まあ、今回は、この、スピードチェンジャーと、
遊んでいきたいと思います。ね、うん。まずは、このあの、キャリアモードから行っていきたいと思います。まあ、キャリアモードはこんな風になっていてね、まあ、バトル、もともとはあの、バトルキャリアモードになって、ここの銃と、この盾と、もう横には、あの、剣がついていますもんでね。で、バトルキャリアモードと呼んでいます。ね。うん、まあ実は、もう、あの、スイッチを、あの、オンにしています。あ、音が流れた。もんでね、こういうふうに。まずここにあの、の、スピードチェンジャーまたはターボチェンジのトランスフォーマーを乗せると、ここがスイッチになって乗せると、音が鳴ります。ね、うん。こんな風に乗せるからね、うん。次に、ここのあの、ね、後ろの、のところを開く、ことができます。まあ、まずあのバンブルビー乗せてみましょうか。ね、うん、バンブルビーをあーのの搭載できることができます。できて、まあバンブルビー以外でもいいけどもね。うん、まあ上は、この、スコーンを乗せてみましょうか。まあこんな風に乗せることができます。ね、うん。あと、ね、ここのはあの、サイバートロン、いや、オートボットマークを押すと、ここのところ。あの、オプティマスプライムが、声が、あの、流れます。もうね、うん、ここを長押しすると、まあ、あの、エンジン音が、最初にエンジン音が鳴って、ね、あの、どっか行くようなアクションがします。もうね、うん。まあちなみにここも長押しするとどうなるか。ここを押すと長押しは何もないな。まあこんな風に、あの、オプティマスプライムが喋ります。からね、うん。さあ、早速、あの、バトル基地モード、から、あの、やっていきたいと思います。さあ、早速、バトル基地モードにしていきましょう。ね、全員、あの、降りさせて、ね、おっと。降りさせて、とりあえず、あの、乗せてある、あの、バンブルビーを置いとこう。ね、じゃあ、ね、バトル基地モードにしたいのですが、ちょっと簡単なことをするもんでね、簡単なことはこれをちょっとコンテナをね、外していきましょう。ね、うん、この羽は下に下ろしました。まあ、バンブルビーを下ろすためにやったんですけどね。うん。まずはここを、開いて、ね、うん。次に、この下のところを、下に下ろして、ここのところを開いていきます。うん。その次が、ここの銃を、いや、キャノン砲を、ここには前に出します。その次が、ここを下ろしていきます。まあ、オプション、
でいいんだけど、オプションなんですが、ここの銃を、つけておきましょう。さあ、あとオプティマスにつければ、ね。よし。完成！で、バトル基地モード！イエーイ！まあ、こんな風に、ターボチェンジ、または、スピードチェンジャーの、トランスフォーマーたちを乗せることはできますもんでね。まあ、こんな風に、すればいいなと思います。まあ、ここにも乗せれるしさ、ここにドリフトを乗せれてね。まあ、これが黒板だな。うん。そして、これがあいつだ。ハウンドを乗せることができます。のでね、うん。まあ、本来はダイノボットはグリームロックがあるんですけども、まあ、ちょっとね、ないからな。まあ、こんな風に遊べることができます。さあ、早速、ね、これをロボットモードへと変形させていただきます。じゃあ、オプティマスプライム、トランスフォーム、で、これはコンテナ外して、ね、オプティマスだけにします。まず、ここのボタンを、両方あるもんでね、ここを、押して、ここのところを開いていきましょう。ね、うん、その次が、ね、ここを、バカッと開いて、で、これが、ここをスイッチあるんだな。下、これ、ここを次にこれを、下に下ろしていきます。その次が、これは、動かして、ね。まあ、これやったら、足も、もう動かすことができます。そして足のところを、バカッと開いて、ね。バカッと開いて、そして、後ろを、やって、ね。これを下、下に下ろして、ね。これを、この上にあるやつを、入れておきますね。その次に、これを、これを腕を開いたら、オプティマスプライムの完成です。まあ、ちょっと腕を開くと、オプティマスプライムが、トランスフォーマーの変身音が、なりました。じゃあ、もう一度やろう。じゃあやってみようか。もう一度。ね。スイッツー、ワン。まあ、変身音が鳴りましたね。じゃあ、オプティマスプライムの完成です。イエーイ。そして、付属と、シールドと、ソードを装備することが、できます。まあ実はこのシールドなんですが、これね、ね、これ外せることができて、ね、確か、かね、これを上げる、ここにつけると、ね、これが、アクスモードにもなります。まあ、ここに装備することが、ができ、
で聞いて、ね、うん。確かにここに、付けられることができます。まあこれがあの、アクスモードにもなります。そして後ろにも、これあの、乗せることができます。まあまずあの、バンブルビー乗せてみようか。まあ、まあ、ロボットモードの時は、ここの、胸と、オプティマスプライムの目が光ります。ね、ここの、あと、ここのボタンも、あの、音声が流れると思います。スパースクリーム、お前など取るに取る。まあ、ロボット、まあ、こんな音が出ます。作戦を開始せよ。ここのマフラーも押せることができます。じゃあ長押しするか。長押ししてもなんともならんな。もう一度。まあ、こんな風に、いいね、音と声が流れます。まあ、最後に、ウィングモードにさせていただきましょう。ね、うん。まあ、もう、ウィングは、このバトル基地モードの時にしたもんでね、まあね、このままで行きましょう。ね、うん。まあ、まず、まあこのままで行きましょうか。まずは、ね、ここを下ろして、ね、次に、ここの黒いところを折りたたんで、こんな風に折りたたんで、ね、もう開いとるもんでね、ここをそのまま立てていきましょうね。まあ反対側もこんな風に、まあこのガンも銃も取りますね。わかった。まあこちらも取ろう。次にこれをしまって、このウィングを畳んでいきましょう。畳んで、あれ？畳みきれんな。よし、畳めた。これを畳んで、ね。あとは、ね。これがあった、銃も、マウントしよう。まあ、手に持てることはできますけどね、うん。まあ、こっちに銃を付けて、で、最後に、オプティマスプライムに装着しよう。ね、うん、じゃあ、こっちに、よし、つけたら完成。せ、バトルコマンドオプティマスだ。イエーイ。さあ、最後にね、今持ってあるスピードチェンジャーを、並べておいてね。しかも、ここにバンブルビーを乗せました。まあ、これでサイバトル戦士大集合になっているが、
まあ、あとグリムロックがいないもんでね。まあ、大集合じゃないな、と思いますけどね。うん。まあ、これいいんじゃないかな、と、本当に思います。からね、うん。まあ、ちょっとトランスフォーマー、ちょっと少し慣れたら、このバトルコマンドオプチョンスプライム、買っていただいた方がいいと思います。了解。というわけで、このバトルコマンドオプティマスプライムのレビューはいかがだったでしょうか。まあ、これがターボチェンジャーのやつでもあってね。まあ、ロストエイジに出た時の、これ金具を全部使っているらしいもんでね。うん。まあね、これがちょっと、なんだ、これが、ね、ロストエイジの時にこれ持っとる人は、あ、なんか同じやな、と思う人もおります。もうね、うん。まあね、これ、まあ、持ってない人だったらいいなと思います。もうね、うん。まあ、これが、ね、スピードチェンジャーまた、ターボチェンジャーみたいに、目にも不自由な、目が不自由な方でも遊べる共有玩具でもあります。まあこれは、いい玩具、トランスフォーマーの中でも、一番いい玩具でもあります。まあ、これいいな、うん。まあこれクイックがあってね、うん。こういう風に足も動かせるしな、うん。まあアクションも、これも、アクションができてね、一番いいなぁと思いますけどね、うん。まあ、そんなにはあんま動かせんけどもね、腰も動かせれんからね、残念ながらね。まあ、もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、まあ、あ、これ持ってますとか、まあこれ変形簡単ですねでもいいので、ぜひ書いてください。ちょっと滑舌悪いところがありますもんでね、申し訳ないけども、そこら辺ご了承ください。すいませんがお願いします。あと、ね、いち早く新しい動画を見たい人は、チャンネル登録をおすすめします。まあこれは、まあ、ね、変形が簡単なもんだもんでね。まあ、ね。でも、ちょっと少し絵が複雑変形するもんでね。まあ、おすすめする、初めて買う人には、やっぱこれだ。ターボチェンジャー。僕が持っとるやつはスピードチェンジャー。いや、ターボチェンジ。僕が持っとるやつはスピードチェンジャーなんですけどね。うん。まあ、これが、ね。俺だったら、どっかの仕掛けで、で、シュッとやれば、まあ、パッと変形できるしさ、これは、ね、スピードチェンジャーの方が、まあ、初めての人は、スピードチェンジャーを買った方、買っていただければ、まあ、いいと思いますね。まあ、いきなり難しいもんやったら、ね、トランスフォーマーが嫌いになる人もおるからな。まず、ね、トランスフォーマーを初めて買うならば、これ、ターボチェンジャーを買った方がいいと、本当に思います。というわけで、ね、というわけで、バターの、ね、トランスフォーマー、まあ、バトルコマンドオプチョンスプライムのレビュー動画を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バターでした。バイバーイ。またねー。